20個ラスコイ。ちびちゃんナイス。20個ラスコイ。来た？ロング？ちびちゃん20個。ロングか？ちびちゃん20個。入るか？チャンスタイム。20個ちびちゃん。あるか？20個ちびちゃん。クール。あるぞ。ファンタジー君、お前が入った。アラブロ、石油王、ビルゲスト、トムさん、シビちゃんがいないとやっていけない。入った、行ってる。あ、間違えた。ホモさん、5個ラスコイ。ルイちゃん、5個。行ってるぞ。アリよりのアリだね、これ。ルイちゃん、5個。5個。ルイちゃん。5個のスカイ。ヒロキさん、ナイス。メイちゃん、5個。ルイちゃん、5個。はい、5個、ルイちゃん。ナイスカイ。10個。チビちゃん。10個。チビちゃん10個ライス。5個。ルイちゃん。チビちゃん10個。メイちゃん5個。チビちゃん10個。ラスカイ。1個ライス。チビちゃん。おこ、ルイさん。9個の5倍、45個、ルイちゃんナイス。おこ、ナイス。あと1分、ルイさん。かなちゃん、おこ、ナイス。ネズミナイス、ネズミナイス。はい、5個、ルイちゃん。ルイちゃん5個ナイス。メガホンありがとう、カナちゃん。はい、ネズミ3個、野菜の方。5個。終わっちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you。 皆さん、プラムあったらお願いします。プラム179まで来たか。あと21万ポイントか。続かなかった、ごめん。あ、いよいよ、ありがとう。簡単に続くあれじゃないからね、確率的には。もう着いたんだけど、間違えた。間違えた。うん。さっき あの渋滞の方行かなきゃいけない。ああ。逃げちゃった。次頑張る。大丈夫よ、気にしなくて。あの強いステージに行った時に頑張ってほしい。
どうもありがとうございます。その次のステージ緑7か赤7が揃った時にボーナスがめちゃくちゃつくから、そこで投げた方がポイントが増えるのよ。賢く行くならさっきのステージは小投げでワンチャン上のゾーンに入った時に強めに行った方がトータルのポイントはめちゃくちゃ上がる。さっきのステージはもう小投げで繋いだ方がいいのよ。アルティメットステージとか行ったら1万点とか乗るからね、10個投げとかでもめちゃくちゃポイント上がるよ。上げて投げるんだよ。上乗せも入るしね、ガンガン。昨日休憩族ぐらいしたんだよ。やばい、西池袋だ。あ、そうそう、前の神殿とよく似てますね、名前が変わっただけで。容量は同じ。広角ステージで頑張ったらポイントが上がるんだよね。そう、あとプチューンもあるしね。最終日バグが、神殿が来ないバグがみんなあったからね。ありえるよな。これって運営さんの鳩がつくようになったんだろうね。アルティメットステージに突入しましたとかね。プチュンならまだわかるけど、うざいよね運営さんの鳩。あれはいらないね。別にそれ言ったところでメガホンとかもらえるわけじゃないしな。ねえ、ギャザリングならわかるけどさ、したところでメリットがないもんだって。ねえ、わかる。楽しい。皆さんプラムお願いします。動いてる方がいいじゃん。確かに、ずっとハマるよりはね。うん、昼ご飯は全然食べる時間あるよ、余裕です。今日は2時からだから、
今日こそはうまい昼ご飯食いたいな。昨日ミスったから。やっぱお昼時にあの池袋で並んでないラーメン屋っていうのはやっぱ美味しくないんだろうね。他のとこは並んでたもんだって。あの激戦のランチタイムにウェイティングがかかってないってことはそういうことだろうな、おそらく。行列は嘘をつかないんだよやっぱり。俺は並ぶの好きじゃないけどね。膀胱が破裂しそう。いやでもなんか事件系やってるから取れないかもよ。野獣馬が多い方が人増えるからね。壮烈だわ。なら池袋に来られたらいいですよ、ね、今日目です。目目渋滞回避したのか、はい、もうちょい。こうだよ、こう目をどうしたい、こうだ。目の大きさが2倍になります。プラムありがとう。ワンタイムどんぐらい？1ヶ月。1ヶ月？はい。片方だけ。それでバランスが、調和が取れてなかったら、
対幅整形しないといけないかも。変になっちゃったら。そうすると俺の歯日もそうかもしれない。まぶたが違う。目の大きさが違うかもしれない。あ、保険で治りますよ。慣れちゃったら分かんないな。なってるのかな。視界は一緒なんですか。めっちゃ一緒なんですけど、なんていうんですかね、開き具合が違うんですよ。違うの。はい。だから広角レンズつけてるのつけてないみたいな感じ。広さが見えてはいるんですけど、うん、なんかこの携帯とセンサーのスマホぐらいの違いがある。うんうん、あ、そういうこと。はい。じゃあ視力も違うの。視力は一緒なんですよ。一緒なんだ。視野角が狭い。視野角がね。はい。パノラマなんだね。そうです。これ早くやった方がよかったんじゃ、うん。保険が効くとか知らなかったから。うん、それは早くやるべきだ。そんなこと。これはなってない。セイジさんなってない。なってない。セイジさんなってないよね。はっきりしてるもん。なんでリンクしたのか。ファンさん。フィリーさん多分大丈夫。じゃあ、うん、プロ意識が高いね。一瞬でカメラを向けられて一瞬でウィンクをするっていうね。う、常にファンサービス。ファンサね。ガチ恋が多いから。じゃあ。いや、それのネタ見てんじゃないよ。主婦かて。いや、いくらなんだろうと思って。野菜の値段見てるわ、うん、スーパーの。高いの、いや、安いんじゃないですか。スイカまだ売ってるよ、スイカ。みかんが出てたよ、せいさん。そうそう、みかんの時期。スイカまだ売ってるんだけど、大丈夫かね、うん、いつのスイカだよ。10月やだ、11月だもん、うん、冬だ。大丈夫、冬のスイカって絶対腐ってるやろ。柴田突っ込んでくるね。で、この辺やこの辺パーキングやな。パーキング探さなきゃ。さあ、どこだパーキング。だろうね、多分。15分400円。今日は俺が払いますから。僕の予定だから。それはまずいよ。200メートル。それで行き渡しちゃうか。あ、このセブンの先だった。あそこに止めた前、僕。さっきのとこ止めた。そう。はい。クルリンパ、そのビルの中なんで、あそこしかないですよ。これクルリンパ、これ、はい、曲がっちゃっていいのかな。 U ターンできるのかな。トイレどっかあるかな。駅に行くしかないか。駅に行くしかない。お店入っちゃうよ、喫茶店行けるかな。うん、ファーストフード。ファーストフードビルとか今入ってる。これ U ターンする？できるか？できるのこれ。なしだね。なしだね。なしか。なしだね。なしだね。でもやっちゃおうか。出る。行っちゃった。全力で行ってる。何やナンバー行っちゃった。この辺なの。ここです。このビル、これ、はい、そっちパーキングないから。ないです。あそこ止めるわ。
すぐ行って左、はい、あれだ、こっちじゃないの、こっちないです、セブンイレブンじゃん、コンビニ系じゃないでしょうね、多分ないか、温泉があるぞ、サウナカプセルホテル入れないよ、カセラ、カセラ満車やぞ、うわ満車やん、どうすんの、嘘嘘待っとく、嘘満車や、あ、出た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 、こいつ出た、入り口と出口一緒なの、一緒です一緒です、あ、いたいたいた、はい、乗って乗って乗って、お父さん乗ってグッドタイミング、すげえなこの駐車場、オッケー、どこ開いたお父さん、わからねえなこれ、どこ開いたんだよ、どっから出たんだよお父さん、あれか、ここだ、それ、うん、それなんすよ、次行けるかこれ、ギリギリ攻めたら、ギリギリ、いけるわ、おまわり聞きますね、これ結構、いった、入れてきます、すいません、すいません、こっち、こっちに来る、いけ、はい、うん、欲しいね、お茶ね、うん、着きました、めっちゃ眠かったね、いや、俺の携帯よ、サブ持ってってない、人の携帯見てニヤってしたってやばいだろ、持ってってないよ、俺3個あんだよスマホがね、3個あんの俺、iPhone16 Pro が、わかる？ 20万の端末が3個ある。これだけ60万。わかる？見分けつかない。だから待ち受けを変えてる。すごいでしょ？重たいんだよこれバッグに入れると3台、アップルさんもうちょっと軽くしてくんない、
重たい。めちゃくちゃ重たい。3台持ってるから。プロだからね。プロ。マンスリー1位になる人は3台持つこと。端末を。意識を一番高くすること。意識を。うん。1台しか持ってないやつはマンスリートップ10は入らない。まず1台のやつは最低でも2台、うん、設備投資しないといけない。ナンバーワンになるだったら3台。そう、いろんなの使う。まあそれはね、企業秘密だから教えられないんだけど、3台買ったからといってマンスリー1位は取れない。うん、絶対に。そう、無理、凡人じゃ無理。狂ってないと取れない、頭がね。どうしたら取れるんですか。まずは人間をやめることだね。人間をやめる、うん、目の前で倒れてるおばあちゃんがいても素通りできる精神力、うん、誹謗中傷されてもスルーできる心、メンタルが強くないとはできない。メンタルが強いっていうか、何も思わない人だよね。何言われてもね、うん、スルーできる人だね。絶対だって文句言われるもんね。なんかしらイチャモンつけられるやん、うん、スルーできる機能、何言われても。だからもうこのタヌキで悪口書かれても、この棒人形が書いてると思わないと、うん、ただの文字の配列にしか過ぎないみたいな。誹謗中傷ね、毎日されるから何言われても聞きませんよっていう強い気持ち。そう、頭が狂ってないと聞いてしまう。アンチコメに負けちゃう気持ちが、うん、相手も稼ぐ才能あるんだけど、そういう誹謗中傷ね、そのコメントに対して聞いてしまう配信者さんいるんだよ。もったいないね、もったいない。うん、そう、クワッチのためならどこまでもできるからね。家族を捨てられるかね、離婚もできるのかっていう覚悟がないと生き残れない。大体の人は覚悟ないでしょ、ね、中途半端でしょ。喧嘩になりそうだから配信切ります、ね、配信切ってしよう。せっかくこっから面白くなるのに嫁がブチ切れてるんで終わります、うん、全部見せてあげないといけないね、全部。ジュエルハートドンツクラスカイ、できればね、あっちの方がいいのにね、イベントアイテムの方がね。ありがとうございます。難しいよね、配信ってね。全部晒したらみんな来るけどね。ナイスないですよ。ナイスって文字も見たくないね。ナイスなんかもうしんどい、書かないでナイスって。
これはまだ。なんでナインさんがやったんだろうね。疲れちゃう。はぁ、今日2時からね、市長さんがまぶたの整形します。1時間半か。今日から市長さんの目がねどうなるのかな、こんななのかな、こんな風に市長さんの目がねこんな。今トイレ行った、プチ整形。こんなもう息袋ついた。コナン、コナンね、あ、片方か、片方だけ。コナンだよ、市長さん今日ね、片方の目だけ大きくなります。あ、ブナマエちゃんもそうなの。眼水眼科なんだっけ、なんとか下垂、眼検、検ってものが眼検下垂、眼検下垂、眼検下垂とは、まぶたのたるみ、重みでお悩みの方、眼瞼下垂手術で目元すっきり若々しい表情になるらしい。あー、こういうこと、こういうこと、なるほど。片方のまぶたがちょっとなんつうの、上がらないというかすっきりしないってことね。あー、機長さんそうなの、気にしたことなかったけど、そうなん、全然わかんないけど、こんな感じ。どうやって直したのこれ。宮根もそう、和田明子さんもそう、そうなんや。眼瞼下垂どうやって直すのこれ。切るの、瞳孔にまぶたがかかっちゃう、保険で3割で7万深い眼瞼下垂、芸能人鈴木紗理奈もそうじゃん。危なかった。大丈夫だった。もう駅の中の有料トイレまで行きましたよ。嘘だろ、いくら買った。100円。マジかよ。ルイボス飲めます。あんまり。全然。あ、だったらルイボスで飲みかもしれない。全然美味しい。ルイボスって何なの？特ダメちゃう。嘘でしょ。本当に言ってる？特ダメちゃうですよ、ルイボス。僕は好きです。まず苦手なんだ俺。まずすぎるやろこれ。
なんでこんなの買うのマジで。普通のお茶でよくない？激まずなんだけど。なん、チョイスが下手くそだな。体にいいからね。何がセンスがないで。健康のこと考えてんだよ。まずいよ。ゴミがよ。毒ダミってさ、あの雑草取るときにめちゃくちゃ臭いやつでしょ。匂いが凄まじいやつでしょ。甘いもんなんか乗ってるが糖尿になるんだよ。バカじゃねえの。まずい。くあ、くそまずい。まずいから体にいいんですよ本来。ぐあ、くそまじい。意識が低いね、砂糖入れても飲めねえよこんなの。美容効果があるんだけどね、ルイボスティーって。まずすぎる。ぐぇ、そうだよ。まずいわ。なんだこれ。これは好きだけどね。飲めねえこれ。まずすぎる。和田貴子もやったんだ、眼鏡カス。ダーキは変になりますよ。メイクしてるからかな。あ、本当だ、おかしい目が。なんか変だ。目おかしい。つけまつげしてるから余計変に見える。和田貴子の目がおかしくなってる。眼鏡下垂。なんだろうね。本当男みたいだな和田貴子って。なんでこの男みたいなんだろう。こんな上司いたらやだわ、ね、こんな芸能界で入ってさ、こんな偉そうに言われたら絶対やだわ。俺も眼鏡関数ギミな。ギミ？どっちが？どっちの目が？どうやって手術するの？なんか切るの？どこを切るの？合わせこの辺、まぶたの上？下？あ、ここ切るの？眉の下？そう、眉毛の下切るの？うわ、これ切ってあげるの？あげて縫うの？縫う。中を切るの？中。うわ、それ全身麻酔やってもらいたいな俺は。血がタラタラ垂れてくるのかな。ポトンポトン。垂れるでしょ。これ年取ったらなるんですよ、でも誰もが。やだね、足は取りたくないね。2時からですよ。飯食わないといけないから、うん、食事部分麻酔だよ。マリアンで飯食うか。マリアンで飯食えるんですか。なんかでホテル取ってバニラして挨拶来たよ。うかちゃんだってやっぱり昨日。あ、やっぱり、うん、ありがとね。言ったのにいないんだもん、ね、自分が送っといていない。自分でさ送っといていないって。しかも言わない。確認したのこれうかさんって。いないんだ。いない。今挨拶来た。ある連絡もなし。ピノボラれた。あ、来てなかったよ。ピノは。ピノ入ってた。一個入ってた。入ってた。一番下に見せたよ、昨日。誰かと思ったよ、ピアリ。小さいやつって普通の6個のやつよ、うん、6個入りのやつよ。セイザーに選んでほしいな。昨日俺が失敗したからね、うん、あ、これまずい。大阪にまずい。新商品もあります。まずい。ダイヤモンドどこにでもある。ある。しっかり来ねえな。 700m って結構遠いな。
ありやな。食べるか。池袋の方いらっしゃいませんか。今ここにいるんですけど、ブクリスいないですか。いないですか。いない。ステッカー生産持ってきてるけど、ブクリス。何系がいいですか。いやー、うまけりゃ何でも。牛カツ俺好きじゃないんだよな。牛カツはそそられない。寿司、天神見たけど、豚骨でしょ、うん、配信できるとこあんまないもんな。あのオフィス街で売ってる弁当とかでもいいんじゃない？いるかなこの時間。あの K4 でさ、あ、売りに来る人いるじゃん。K4 の番でさ。いる？この。いないかな。弁当でもいいけどね。弁当屋さん。お弁当。お弁当好きなんだよね。何弁がいいですか。海苔弁。白身魚ぐらい。あるか。お弁当屋で探したらいいのか。じゃあ民トティじゃん。ルイボス、ルイボス民トティって書いてある。まずいよこれ。正常心体にいいんですって。民トティたまにはデトックスしないと。ノンカフェインだしね。まずいよこれ。体にいいんだから。50個スーさんいってる。スーさんまずすぎる。ルイボスミントティーがまずすぎる。よく作ったなこれ。作ったやつ味見したのかよこれ。なんとか言ってくださいよ。くそまじいよこれ。甘いもんばっか飲んで毎日。たまにはルイボス水でも飲まないと。なえ、なんでこれまずく作るんだお茶を。何いいんだよ。アホか。まずすぎるよ。ゴーサイン出したなこれ。いらないよミントは。おめでとうね。まずいって言ってたよ。
ごめん。知ってるみんな、ガチンコプロレス学院って知ってる？カンドリシロモが言ってたよ。塾生にね、信じたものは吐くな。ごめん。俺はね、ジンジャーエール。しかも意識高い方じゃん。成城石井っておかしくね、商品なんか。苦手だわ、ここのスーパー。なんなん、何でもおしゃれにしたらいいと思ってる。ジャスミンティーは飲んでたよ、お前。だってあそこの領収書にジャスミンティーじゃん。うん、甘くないんでしょ、多分。ジャスミンティー甘くないでしょ。甘くないでしょ。生姜あるじゃん、国産生姜、意識高いね。あ、ほら、なんとカロリーがゼロ。嘘でしょ。39キロカロリー低いわ。39キロカロリーだって。あのね、ちょっとずれてる路線が。オーガニック路線に走ってますからね。1時間何するんですか、2時から進行何時間かかるの。だ、待ち時間をどうやって待たされるかなって。前も進行は調べないと。寝てようかな、車の中で。まあ、バリアンで休みめっちゃ眠いんだよ。バリアンっていう車ありますよ。100円が600メートルブレゴ、600m、 マゲパン、250m、 遠いな。そうですね、近くにないですね、あんまり。いいのが水道石で美味しかったの、カズチーぐらいかな。カズチー知ってる？カズチー成城石井。チーズですか？カズチ。カズチ知ってる？これぐらいで美味しかったの。あのお菓子、あ、マツコデラックスが紹介したの。ハズノコチーズ。そう、これぐらいよ。うまいんだそれ。うん、それぐらいバズったの。カズチ。他の商品はまずすぎる。食べたことないの、カズチ？ないです。カズノコ苦手。キーさんも仲良くできないわ。カズノコ苦手な人どんな食生活するの？どういう家庭で育ったんだろうね。正月何食べてたの？カズノコ苦手な人ちょっと来て。どういうこと？お正月の何が苦手なの？大贅沢だよ。癖もないし、プチプチコリコリしてるだけや。高級感しかないよ。うん、何考えてるの？何がダメなの？臭い。臭い。臭くない。臭くない。臭ってたんじゃないそれ、うん。味ないからね、そもそも味をつけるんだよ、カズノコって。正月にさ、あの1キロいくらとか言ってんのね、買ってきちゃダメだよ、あれ。しょっぱくて食えねえから。味ないから。そのまま食ってダメだよ、ね。塩抜きして味付けしないとダメだよ。俺知らないで食っちゃった、一回。ブエーってなったね。辛くて。なんであのままで売ってるの？テロだよね、あれ。びっくりしたわ、あれ。しょっぱすぎるやろ。なんか塩漬けにするんだろう、ね、何のために？日持ちするために。腐らないね、ただの。うん、保存食。あれやばいわ、あれしょっぱすぎた。さらに俺醤油かけたからね、あれ。一度は失敗するよね、うん、いっぱい買っちゃってさ。あー、来年の正月いないじゃん、日本に。そうだ、一緒に数の子食おうと思ったのに、アメ横行って。フォー食わないといけない、フォー。正月からパクチー食わないといけない。アメ横行きたかったのに。
須田子とさ、カズノコ買ってローストビーフも買ってた。アメ横じゃなくてあそこ行った方がいいですよ。なんだっけあそこ、あの魚屋さん、百条魚類か、あっちの方がいいよね。あ、地下、一回行ったとこ、うん、あそこの方が絶対いいです。あ、本当に、うん、間違いない、あそこで買ったら。意識高いの？意識高い、何でも売ってる。へぇ、ね、百条魚類しか買たんよね。へぇ、アメ横なんかで買うより全然いいと思う。そうなの。うん、マグロ、マグロも、カズノコも、カズノコも。年末年始激混みだよね、あそこやばいよね。警備員炸裂、買い物できないぐらいお客さんいる。バイクで行くか、うん、そんなこと混むんだ。魚屋って儲かるからね。土用の牛の日だけでうなぎだけで1000万ぐらい儲かるって言ってたもん、魚屋さんが。シーズンはボロ儲けだよ。88号さん頭おかしいのかな。ずーっとそのコメントしかしてないんだよ。2時間へえ、ずーっと書いてる。病気の人かな。病気の人病気だろうね、多分。病気なの？病気なんでしょ。病気の沙汰じゃないね、多分。子供が打ってるのかな。皆さん、プラムお願いします。プラム、プラムお願いします。池袋突していいですか。いいですよ。フォローしてんの。お、違う、あ、リリスだね、フォローしてるわ。うん、投げてくれた人だ。いつ、今日、今日なの今。病気だとダメじゃ。あなたはね、目の前にね、知らない人が来ます。ずっとね、2時間ペーペーって言ってる人と喋れんの。じゃあ病気だとダメなのって言ってるけど、どうやって会話すんの。2時間ずっとペーペーって言ってんだよ大丈夫ですか。後で突したいです。あ、キーさんも来る。もうそれもね、発狂していいよね。ブワーって言うよ。ちなみにブワさんに聞きたくなったの。おもちゃのブチギレシーン。あるんですか。あるよ。怖いぞ、ブチギレたら。場所はね、現在地。YouTube ね。2丁目。大丈夫ですか。これ何とパラグタペ。誰に切れてんすか。コンビの店員さんに追い出されたから。これ何とパラグタペ。どういう状況ですか。何どんだか。何どんだか。つばかけんのあがコロナ。コロナ。バー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 どうしたの。何？読んだか。大丈夫か。これは何とバカだっけ。これは何とバカだっけ。お前何やってバカだっけ。何？読んだか。大丈夫か。あ？つばかけんのあがコロナ。ブラーバラーバカタッケ。怖いね。怖いですね。怖いね。怖いな。怖いよ。ブワッ出てくる。もうなったらバタッケ。何かバリアンがある。バリアンの近く。
バリアン、あそこにバリアンがあるよ。あそこにバリアン。セブンイレブンの隣の駐車場だね。JS パークってとこ。JS パーク。OK？ 池袋郵便局前の交差点近くだね。ああ、池袋郵便局前。俺会ったことない。マリアンはね、ラブホテルとビジネスホテルの。これリゾートホテルだね。リゾートホテル。女子会とかもできるよ。うん、女の子同士でみんなね。ワイワイやってるね。女の子同士で入れる、うん、リゾートホテル。リゾートホテル。でここはバーになんない。配信できる。チャリで来ます、アリリさん。柴田だね。2時間手術。あと1時間後に手術台。うん、事前問診、あ、これね。事前問診。終わってるやん、これ。池袋とんかつ丸七。絶対誠司さん好きです。爪は噛んでないですよ。これ噛んでます、これ。玉コーラ入ってるんで。爪は噛んでると思ったの。爪は噛まないの、俺は。噛む人いるよね、爪ね。で、爪切り使わない人いるよね。すごいよな、爪噛んじゃうの。爪は噛まないな。あのお父さんとお母さんに厳しく育てられたから、行儀悪いことするなってぶっ飛ばされちゃう、そんなことしたら。もう噛んでしていいね、こうやってね、こうやってね。ね、子供いるよね、見たことあるよ、爪噛んでる子。ここ2個、ごめんなさい。頑張ってください。こんにちは、ありがとう。また抜いてもらうかって、俺一回言ったっけ、池袋中国人のやつって言ったっけ。覚えてないの。言ってないでしょ。だいぶ昔だで言ったとしても覚えてないもん。そういう郵便局の近くだと思う、これは。じゃあね、あれだね、池袋2丁目のセブンイレブンだね、の近くだね。で、郵便局前だね、池袋の交差点名で言ったら郵便局前。ファミリーマート池袋西口店も近い。やべ、うんこしたくなってきた。やべ、腹痛い。どうしよう。腹痛い。セブン、トイレないぞ。パチンコ行っちゃっていい。パチンコ屋あるんすか。多分100m一番近くて、もっと近いとこなかったっけな。 100m が一番近い。 70m 違うか。どこだ、一番近いパチンコ屋。 100m か。 100m ってどんぐらい徒歩。 100m って徒歩2分ぐらい。走ったら9秒。オリンピックボルトは9秒ボルト、
9秒で着くこれ。9秒漏れちゃうかもしれないな、でも、うん、走ったら力んだらペッてウサインボルトだったら9秒アルイボスティってお腹ゆくなるんだって。マジかよ、ふざけんなよマジかよ、だからじゃん、ふざけやめれちょちょ、マジ腹いってえわ、腹いって。ゲーセンもありますけど、ね、腹いって、やばいやばい、ゲーセンもあるけど、ね、速攻性あるね。ちょっと手術の前に300万点乗してから行きたいな。あと何ポイント、あと20万 P だね、20万 P だ。ララピマルナイス。2時からご飯も食べないといけないし、20万 P 20万 P です。まずはゾーンに入れないといけない。ウィボス、俺はあんまお腹緩くなったことないけどね。頑張る、頑張りようがないけど頑張る、頑張りようはないんですけど。目だってね、こっちが二重になってて、こっちが一重でしょ。こっちのまぶたを上げるの、こうやって大きくするの、こう垂れ下がってるのを上げるわけ、わかる？こんにちは。眉下切開だね、多分。もともと一重なのかどうかわからん。でも俺昨日注射なしで誠司さんより薄い麻酔で耐えたじゃん。だから、ま、我慢強いのかも、うん、我慢強いのかもしれない、もしかしたらね。なんで何が一番痛かったか教えてあげようか。ヒゲの脱毛、麻酔をするときに LED 照射するんだよ、顔に。この辺からクリームを塗って、それが一番、ま、あのパチンってするやつよりそれの方が耐えれなかった。15分間 LED ライトを顔のとこに当てるんだよ、激圧のやつを。あれめっちゃ熱いよ。ララピマル2個ヒリヒリするっていうか、なんか火傷してるみたいな感じ。海で太陽の日にめっちゃ近いところからガーって当たってる感じ。熱いね。ありがとうニコラルピー。いや熱いのよ。ララピバルココ。そう温めるのよ。でめっちゃ麻酔がじわじわ効いてくるの。誠司さんってアイコス何吸ってます？レギュラーっすね。灰色のレギュラー。ここラスコイ、みえちゃん。嘘。あのプチプチって潰すやつ、名前分からんけど、プチプチってするやつ、うん、プチのやつ。オアシスパールだっけ、オアシスパール、なんか緑と紫の混じったような箱のやつ、うん、オアシスパールだね。プチプチがついてるやつって言ったら分かるよ、多分。カミカミするやつくださいって言ったら多分出してくれる。オアパ、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 オアパね。片目は二重。いやなんかね、日による。こっちも調整しないといけないかもしれない。起きた時は一重だけど、眠くなったらがっつり二重になったりするからよくわかんない。脱毛はね、3回3ステップ、1、2、3
今ワンステップ終わったところ。あ、ガスト近いよ。近い近い。どうせやるなら両目見てもらったら、だから両目を見てもらって片方が眼瞼下垂になってますって言われたからやってるんですね。診断をしてもらった結果、右目のみそのような現象が起きてますって言われたから、前回カウンセリングをした上で来たの。 OK、 2回目来てるの。 OK、保険は効くよ。男性の脱毛は50回ぐらいやらないと効かないよ。それはないでしょ。50回もやって効いてなさすぎじゃない。だって医療脱毛で50回もやる人なんかいないでしょ。拷問すぎるだろ。聞いたことないんだけど、50回って、どんだけ濃ゆいの50回って。世紀末リーダーたけしぐらい濃ゆいんじゃないの、生まれた時から。え、世紀末リーダー伝たけしぐらい濃ゆいひげじゃないと50回もやらないよねえ。あいつは生まれた時からヒゲが生えてんだから。意味ないよね、そんな医療脱毛で50回もしてたら。やらない方がマシじゃん。だって美容脱毛なんじゃない、それ。それかブラジリアンワックスとか。なんかさ、 TikTok のさ、脱毛の画像でさ、知ってる中国のやつで顔にさ、ブラジリアンワックス塗ってペリッペリッペリッアウっていう動画見たことない？よく出てくるんだけど、あれ肌に悪いなこれと思って。よく出てくるよ、中国の脱毛サロンでね、顔全体にブラジリアンワックス塗って一気に剥がすんだよ。ペッペッペッペリッって、もう 血まみれ、毛穴から血が出てきて肌が真っ赤っかになってる。絶対ダメだよね、あんなことしたら。肌荒れの元だよあれ。でもめっちゃ抜けるんだよそれで。一時的だろうけどね。こんにちは、ココラスコイ、タクラモちゃん。まあ、どうせまた生えるよ、抜いたところで。やりたいとは思わないね、ブラジリアンワックスは。スロッチチャちゃん、ココラスコイ、さくらもちゃん。なんかね、薄くなってきたかも。高級パックをしたから肌がテカテカしてるな。池袋の駅って有料トイレがあるんだね。あそこいいね。いいなと思ったもんね、駅の有料ワンコイントイレ。綺麗だし、変なやつが入ってないから汚くなってない。100円、100円だったら全然綺麗なトイレ使うよな、汚ねえとこより。ここルカネナイス。100円ならよくない？俺だったら払うけどね。汚いトイレで我慢してトイレするぐらいだったら綺麗なトイレに100円払うよ。変な人入ってこないし、うん、価値のある100円だね。清掃も行き届いてるし。100円もするのって言うけど、じゃあ公衆トイレみたいなバリバリ汚いところでうんこするよりマシじゃない？さくらもちゃん、ここ
近くのお店だとコイン、あ、なるほど、近くのスタバとか喫茶店で食事した人はおトイレ使いたいんですけど、このこちらのコインをお使いくださいって言ってコインを渡されるんだ、お店を利用した人は。なるほどね、頭いいわそれ。店を使ってない人はただで使わないようにってことか。なるほど、いいねそれは。確かにポテンツァは店によるんじゃない、内容がいっぱい違うからレベルもあるしね。だってコンビニのトイレとかさ、お尻つけたくないから空気椅子みたいに浮かしてやるもん俺。あれ一応拭くけどシュッシュってして、それがなかったりしたらもう空気椅子にしてケツを浮かしてするしかないよ。ウォシュレットなんて汚くて使えないしね。いや汚かったらお尻つけたくないやん。しかもなんか便座もなんかいつ掃除したかわかんないしさ、ねえ、平気であれにケツつけてる人はちょっと神経がおかしいよ。神経質だからとかじゃないもんだって、うん、ねえ、わかるでしょ。別に綺麗好きとかそういう問題ではなくて、ちょっとさすがにないよあれは。なんかちゃんと掃除してないとこ多いもんコンビニは。ねえ、やだよ、ウォシュレットとかさ、なんか茶色になってるとことかあるやん。ギリさんが来、何何ですかギリさん、どうされました？どこにいるんですか？ここだっつーな、ここだっつーな。じゃあ皆さんお待たせしました、リリさんの入場です。バリアンにいるんでしょ。皆さんお待たせしました、リリさんの登場です。拍手でお迎えください。 GS パーキングね、ママチャリで登場します。いらっしゃい、リリーさんどうぞ。お願いします。あ、リリーさん緑茶買ってきて1本、セイジさんのお金払うから。なんかルイボスティー飲みたくないんだって。今ならスーパースターになりますよリリーさん。ポージングお願いね、一回ここまでは帰ってきて、一回振り返ってくるっと回ってポージングからの入場してください。一回このミトン車の前に来たらポージングして、一回くるっと一回転回って、そこでもう一回ポージングからの入場でお願いします、うん、よろしくお願いします。リーさん正面から来てよ、正面から。歩きらしい、うん、腰に手を当てて一回ポージング。リリーさん早くして、ポーズのイメージで言ったらイオンのチラシみたいな感じね。オッケー、イメージはイオンのチラシ、イオンの婦人服のチラシみたいなイメージで頼むよ。
違う人来た、違う人が違う人来た、違う人が違う人来た、違う人リアトツ来ました、せいさん。嘘、今から正面から入場します。本当？はい、間もなく。あ、来た、あ、来た。あれ、勘弁してください。いらっしゃい、せいさん、お茶買ってきてくれた。あ、ありがとうございます。2階も助かる。ありがとう、リリーさん。いいえ、タバコ、ワンカートくれた。え、マジで、すいません。すごいな、優しい。何さん、リリーさん、リリーさん、はい、ありがとうございます。暑くないの、はい、暑くない。暑いです。ねえ、暑そう。リリーさん、シールいります？あ、欲しいです。リリーさん、ありがとうございます。助かった、お茶。まずかったな、ルイボスティが、ね、下痢になっちゃってさ、なんか入られた感じちゃって。近所の方なんだ。じゃあこれを一個と、はい、ありがとうございます。あとどれか、あ、どうしよう、ナナちゃんいただいて。ナナちゃん、ありがとうございます。せいさんのは俺のこっち、奥のあるし。はい、はい、ありがとうございます。お写真は撮ります。撮ります。お願いします。 CD さんも一緒にいいですか？あ、いいですよ。ここがリアトツ会場なんだ。わかる、こう、うん、仕事の途中だったんだって。あら、いい感じの方だったね。いい感じの方、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいね、リリーさん、一生忘れないね。リリーさん、ありがとう。大宮でも撮ってきたの。リリーさんのこと好きなの。池袋からちょっと歩いたら面白いね。いろんなお店がある。ありました。うん、いや、そうじゃないけど。いろんな誘惑があるね。あ、お茶代忘れた。リリーさん。何お茶代？お茶代。お使い頼んだから。お茶、お茶のお金。リリーさん。いいだろ、別に。リリーさん、お茶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 代。いいの？いいよ。大丈夫。回線つけて今ロケット投げるから。ウィーボスは下痢になるね。いっぱい出た。ブイッと。だって朝もうんちしてたでしょ。最近お通じいいっすね、セーブは。なんかヨーグルトも食った感じだね。うんこばっかしてる、なんか、うん、あれ、うどんってわかめ入ってた？入れてないです。なんか黒い四角いのがいっぱい出たんだよ。四角いの、黒いの。なんだ？なんだろう。あ、ほうれん草か。汚ね。チョコチップじゃない？チョコチップ。わかめか韓国海苔かと思った。チョコチップか？海苔？ラーメンの海苔か。噛まないよ。
き合わせ書いてる？書いてないの？書いてないでしょ。それだよ。追いぼとしたんですよ。すごいよ。追いぼと。あ、わ、わき合わせ書かなくなっちゃった。わき合わせなし。すごいよな。3ヶ月に1回。汗かかないってことは匂いもしないってことだよね。うん、勝ち組だ。完全に勝ち組。グレーの T シャツ来年着れるわ。匂ってみて。秋？生で？生がいい？生？生で？いや、匂わないと思うよ、多分。わっ、綺麗になってる。あ、匂わない。洗剤の匂いでしょ。うん、匂わない。清潔感の塊だ。柔軟剤のこの服に染み付いた柔軟剤の匂いがする。そうなんだ。っていうことは汗をかいてないから清潔。清潔。うん、本当本当。デブってさ、脇の汗かいて臭そうなイメージあるじゃん。臭くないデブなんです。ありがとうございます。2パターンいますよね。うん、強烈な人と何も言わない。臭そうだよね、デブってね、汗かいてね、臭くないんです、ね、いや、臭いって言われた。おいしょー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの席はクジラちゃんがいないとやっていけない。バスかい、綺麗だなこれ。みんなこれ気に入ってるよ、いいね、このアイテム可愛いって。綺麗だわ。ジャックポット買ったら燃えたろうね。ねえ、ないから。ないから。ねえ、ジャックポットつけろよ。つけろよな。どうせやるなら中途半端にやらないでほしいね。寒い。3万円でしょこれ。10万のアイテムとか作れよ。前あったんだね。ありましたよ、ね、宝石箱3万円だけど1個あったの。宝石箱フラムお願いします。フラムくださいフラムください。フラム宝石30個、クジラじゃないっす。昼飯食う時間なくなっちゃったな。いいんじゃない？腹減ってないもん。4時過ぎか、昼飯食うの。いや、昼飯うどん食ったからでしょ、せいさん、パンパン。自分の朝思いっきりうどん食ったからでしょ。ナイススティックも食べたし。うん、いいよ。中中に腹減ったらどうするんですか。コンビニ食べなよ。ファミリーマートあるから。ファミチキ買ってきなよ。ケツだったら怒るのにね。おにぎりと。コンビニなんかあるだな。コンビニなんか。あれだやるよ。ちゃんと朝飯しっかり派だから俺。怖いな。パン屋で悪いパン屋。怖いな、最後のご飯になるかもしれない。怖いな。目が見えなくなるかもしれない。失明するかもしれない。どうしよう。失明したら。怖いよ。食べるだろうね。僕にぶん殴られた人みたいになるんじゃない。多分あ
あの包茎ですね。すいません。包茎の手術です。お布団もダメでしょ。今日はお風呂ダメ。ダメだね。だからワックスつけてない。洗顔はもう今日だけダメって言ってたよ。明日以降はいいですよ。出ないからね、本気って。反対すんの？どうなんですかね、何も言われなかったけど。反対になるのか。反対かな、反対するよね。反対かやっぱ。なるよね、反対にね。吐いちゃう？麻酔で？全身麻酔しても何もならなかったよ。しないのかな、反対。しない、そのまま。そう、腫れたまま。反対してほしいな。してほしい。うん。なんでですか。いや、痛々しいやん。ああ、見たくない。手術の後って、うん、見たくないやん。目がバッコン腫れてんでしょ。エリさんのダンスタイムも結構痛々しかったけどね。そう、うん、あれは隠せないから、ね、隠しようがないけど半端だったね。びっくりした。あれ横で寝ても痛いしさ。そうだ、これうつ伏せでよく寝るからさ。本当に治るんだと思った。治るんだね。すごいや、人間の体って。手術はできない、できない、ミス入るから。脱毛はワンチャンいけたけどね。普通無理だよ、あそこもよく許可したよね。そんな雰囲気のとこじゃないもんだって、美容クリニックって。先生が TikTok とかやってんだよ。薄くなった感じがするわ。一回目の別のところよりいい感じですか。うん、多分効果が高いと思う。髭剃りました今日。うん、剃ってない。うん、鼻下が薄くなった気がするな、めっちゃ。どうするんですか、2時から。パチンコ昼寝でしょうかな。昼寝気づいた。いや、昼間がね。ああ、分かった時間だ。1時間、2時間以内に帰ってくれればいいけどな。ふぅー、皆さんプラムお願いします。時間は40分って書いてあったけど、どうせ待たされるからな。
から歩いて2分ぐらい。寝れてないよ、まったく。あと1万、あと19万点か。300万まで19万点。よし、明日はね、頑張って起きる。さすがにやばい、3日連続やらなかったらやばい。起きれなくてね。俺は寝たら行けよ。おにぎりかなんか口に入れといた方がいいかな。お腹すくかな。コンビニで。おにぎり1個でも食べた方がいいかな。何も食わないよりね。元気のうちに。おにぎり食うか。おにぎり。買ってくるか。麻酔するしな。何も捨てて、何も溜まったし。何も捨てるか。からなんか50分には出ないといけない。あ、何の正気麻酔。
え、局所麻酔でもダメなの？捨てるかもう、あったやないけど。どっか、ハッシュドポテトも買ったのに。あるか？パンもおにぎりも買ったのに。捨てるか、もうこれ捨てる？もったいないからね。ハッシュドポテトも買ったもったいないもったいない局所麻酔の時は特に言われなかった。返してついた。いや、100万稼いだ。ギャンブル依存症の治療じゃないんだよ俺。アイちゃんここナイス。ギャンブル依存症のクリニックじゃないかな、俺が行くの。おはよう。おはよう。ケムさん。人生変わるよ。人生変わるよ。長期麻酔で気持ち悪くなることがあるって感じでならないですよね。ふわっとなるだけでしょ。ふわっと食べていいんじゃない、おにぎりぐらい。この 1個のおにぎり食っていいでしょ、うん、あれでしょ、ね、こんな大手術じゃないんだからさ、ね、おみさん食ってたよ。セリフさんだって食ってたよ、手術の前食べてましたよ、うん、食いすぎなきゃいいんだよ。食べ過ぎ中、8分目食いすぎるから、うん、45分にあったら行こうかな。雨降りそうじゃない？確かに。どうすんのこれ。捨てるしかないな。スパム捨てる。捨てます。300カロリーもあるこれ。誰に食べないんだ。いろんなの入ってるね、これ。ツナマヨネーズ。黒胡椒だ。まずいね。ハムとツナマヨ。絶対まずいよ。まずい。これね、T シャツとかでよく見るけど、スパム。美味しくない。絶対美味しくない、こんなの。センスがないね、本当に。おにぎりのセンスが。まずいに決まってるやん。なんでこんなの買うんだろうね。普通のオーソドックスなんて買えばいいんだよね。絶対まずい。ひねくれてるよね、うん、こんな天の弱みたいな、うん。
ね。優勝。そうめ。どこや。初めて食べた。食べたことないですか。スタモンエビ。あるか。はい、アイさん、どうすか。専門店があるぐらいだからね、スパムおにぎりは今。あかた駅にスパム専門店のがあるよ。ハムハム。ハム。ん？やっとじゃないですよ。ん？いや、ちょっと、ちょっと。雨降りそう。なんか変な、変な感じだ。天気どうなんこれ。袋の天気どうなん？なんだね。夜？夕方雨。夕方雨。頑張ってここなけりゃ来い。行かないともう注意したらタバコだけ捨て。ポップコーンちゃんありがとう。せいさん配信つけずに寝るのか。じゃあもうぼちぼち切りますね。せいさんがつけないんだ。お昼寝するんだってせいさん。参ります。おこなげラスコイ母さん、終わったらリアとつまちになる感じですか。買い物からのリアとつ、行ってきます。もう帰ってこないかもしれないけど、思い残すことはないですかね、皆さん。最後に。いろいろカメラの前に現れないかもしれない。お世話になりました、皆さん。またお会いできることを楽しみに待ってます。あ、ない。あ、 ありがとう、ここ。まあまあ。行ってくるね。無料じゃない、最後。最後無料スパムお願いします。スパムお願いします。一応1時間弱とは言ってたけどね。保険証とスパムじゃない、プラムな。プラムプラムな。プラムな。スパムを売りまくったから診察券がない。これじゃないよな。検証と、いらないか。検証あればいいか。すっげえ金持ってんじゃん。先生、間違えて何それ。間違えて下ろしてて戻せなくなっちゃったんですよ、今日。すっげえ金持ってんじゃん。違う、現金を引き出して払おうとしたら口座でいけるって感じ。ゲロ吐くぐらい持ってんじゃん、それ。戻さないといけないぞ、これ、お金。
間違えちゃった。100万じゃない？ない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 。半分もないじゃん。あら、ない。コインロッカーあるかって。大丈夫かって。こんな大金。預けるか？おう。お前に預けるか？ダメ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 。お前に。ダメ。増やしてくれんの？ねえ。あれない。何診察券？はい。どうするの？あ、それかな？何入ってるのかな？診察券がないって騒いでる。領収書はあるけど、でも急がないとやばい。急がないと。保険証持ってきたよ。じゃあ行ってきます。皆さん、ありがとうございました。気をつけてね。はい。お願いします。行ってきます。バイバイ。ありがとう。お疲れ。